はい、OK です。はい、こんばんは。やってきますか。やるか。何くつろいでんだか。クリスマスの、クリスマスツリー。クリスマスの前じゃね。あ、クリスマスの前だけど、イブ。悲しいな。もう悲しみの前。悲しみ。そのアイコン、まだ持ってない。そのアイコンはさ、何週目なんだ、それは。これは、4週目。4週目。まあ、ここはショットガンでいいや。はい、うん、俺もショットガン強化されたぽい。はい、聞いた。あ、聞いたか。でもこれ元から強いよね。うん、のショットガン。そしてさ、俺コンバットショットガンの腰ダメちっちゃくなるやつなんだっけ、 CBM か。はい、あれつけると常にエイム状態になる。あ、そうそう、俺なんで俺投げないか持ってんだ。寝たか。お、いや、刺さったから、今刺さったから。ははいや、久々にまたやってるな、COD。 うん、2週間ぶりぐらいだと。おお、すげえ怖いてる。いや、ちょっと遠いな。あっ、ぐらいだよな、ショットガン使いたくなるマップ。くっそ、もっと燃えればいい。焼夷弾には勝てない。あー、やっぱり気のせいじゃないな。手持ちのね、あのスカフコントローラーくんがね、ちょっと、スティックチェーンがね発生してるな。これもう買い替え時かな。買い替えだわ。おい、スティックチェーン結構致命的じゃない。うん、結構致命的だ。やべえ、なんか可能な限りプレステにコントローラーを近づけて遊べないかな。あーし、やっべ。何、そういう、そういうのではないと思うんだけど。やべ、やばい、全く持ってキルが取れない。ショットガン楽しい。そうでしょ。待って、あー、なんでここに2人もいるの。あー、揺れる。またショットガンはね、スナイパーのワンショットキルとは違うワンショットの気持ちよさがあるわ。まあ、いや、ちょっと爆撃を。待った、画面揺れすぎ。おで、降りそう、降りそう。なんで投げナイフ持ってるんだっけな。こんばんはです。はい、こんばんは。あ、そうだ、危ない危ない。放置してる人が前フリフォにいたから、それその人用に投げナイフ持ってたんだ。はあ、ええ、ちょっと届かない。マジ焼夷弾勝てねえな。焼夷弾使ってないけどね。使え、いや、俺も使ってないけど。普通にショットガンが強くて。今言ったな、屈伸ショットガンでしたっけ。そうだ、屈伸ショットガンだ。屈伸ショットガンの人がいた時に屈伸ショットガン。いや、ここで放置してんのに屈伸してるからさ。まだいるの。おーん。あー、なるほど。まだいるでしょ。あー、射程が。あ、いた。久々に遊んでるけど、まあなんとかなって。今いたよね。おっ、後ろ後ろ。
や、醤油弾勝てねえから頑張って。あ、無理でしょ。違う。あいや、あーって言いながらこっち。おー、まあ2人もいる。遠いから、届かないから。投げナイフ、逃げる。ずっと向こうの方にいるな。あ、揺れる揺れる。うえー、うそ。決め打ちなんちゃ。それされると勝てねえよ。そこそこ右攻めるんだ、とにかく。うん、俺こっち行くけど。はい、よっしゃ。はあ、おっとおっとおっと、気持ちよいショットが。いや、そんなにすごいキルではないけど。結構遠くまで殺せるようになったの。うん、壊れてない？性能。うん。このマップでは、ね、このマップ。じゃあ追加に他のショットガンがちょっとかわいそうね。うん、チームデスマッチ。何使おうかな。ヘイワイヤー使おうか。グリースガンのエピック。広い入れてねー。はい、広いか当たんねんだけど。俺も最初本当に一時当たってそれっきりだわ。本当にあれ最近もう全然当たんなくなっちゃった。なんで装備地雷になってんだろう。走れ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 。アシスト。あー、倒せなかった。あらまあ、てかこれスコープつけてんな。こっちのリスポーンは嫌いなんだよ。これって第二次世界大戦ですか。はい、第二次世界大戦です。第二次世界大戦だよね。仲間はこっちからこっちからいらっしゃってる気がしたんだけど、来てないところ。リスポン買いたいから裏行こうかな。いるこっちのリスポンは。日本軍はね、いないけど日本の武器はなぜかあります。それじゃない。日本軍、日本軍はないけど百式あるし。確かそれに追加武器でなんか日本軍が増えようとしてるし。有坂。そう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 、有坂。あれ、有坂ってボルトアクションだったっけな。確かボルトアクション。名前しか知らないや。びっくりした。痛いです。あれ、誠に痛いです。痛いです。センター取ったもん勝ちだな。レーナングとかです。本当な。初見です。はい、初見さんこんばんは。あ、そうだ、ハンドガンに南部っていうのも日本製といえばあるけど、南部は追加されんかな。わかんないな。それは聞いたことないや。カモン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 。こうなっちゃうとな。あー、マジで。何やってください、あの子たち好きです。あぶねー。めっちゃ待ってるもん。いきねえや。こっち。おーっしゃ。もしもし。あ、久々にもしもし出た。左来てるぞ。逃げた。逃げた。いや、行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。行くのかよ。俺は行くぞ。俺、SMG なんだ。ああ、いるもん。無理。おい。殺されちゃったね。どうしよう、俺真上にいるん。
あ、違う。あ、リス変わったんじゃねこれ。変わった？あ、仲間がいる。あー、すごい。よし。ブランドは2を3か迷ってるのですがどうですかね。まだ変わってないか。あ、いた。あ、いや変わったわ。ワールドウォー2を買うか迷ってるんですが、うん、どう思う？でも普通に面白いと思うんですけど、まあ、うん、面白いと思います。買うといいと思います。つまらなかったら売ればいいと思います。なんて適当な。本当よ。買ってみないと分かんないと思います。だんだん適当になってやべ、偵察機。ん？なんかいるよね、こっちに。危ねえ。OK。あれ ?STG こんな強かったっけ？なんか、うん。やっぱりそうですよね。わら、買ってみようかな。くっそ。適当すぎたくて。いつまで見た。適当でごめんな。あ、仲間。PS4 変えたら生配信初めて見ました。はい、またリス変わったか。ごくたまに配信してるんで、死ぬほど暇な時に見に来てください。マジで。なんでそんなとこにいんの。なんかちょっとテンポ悪くね。僕明日 PS4 もらうかもしれません、サンタさんに。おお、みなサンタさんに、サンタさんにプレステ4がもらえるかもしれないと。サンタさん、うん、いいな。ほう、あ、死んでる。え、どっからやられてんの。危ね危ね。エネミーケアパッケージオブザーブデナイディエネミーリスプライ。リスポン変わった。いつもずっと嵐でキャンペーンやってるイメージがあるんで驚きです。サンタさん来るとか羨ましい。危ない。サンタさんなんて所詮お会い、なんか PS が出るとかいう噂を聞きましたがどうなんですかね。またか。ああ、プレステ5はまあ我々が死ぬまでには多分出るよね。そりゃあ東京オリンピックぐらいに出るんじゃないっていう予想。20年なんかめっちゃ品薄になりそう。どっかのなんとかスイッチみたいに。なんとかスイッチ。ほぼそのまんまだね。そっちにいるの。そのなんとかスイッチの方はね、あの近所のお店にね、うん、あったんですよ、なんと。珍しい。さすがに増やしてきたが。なるほど。スイッチもコンですね。正直いらないです。増やすでしょ。いや、スイッチね。マリカーやりたいんだよ。デラックス。デラックス。マリカね。お金に余裕があったら欲しいんだけど。僕も近所のゲオにあった。俺スイッチ。な、特にやりたいゲームが、まあ、あ、スマブラぐらいかな。出た、あの出た。ああ、ひどい。スマブラ出るんじゃないかな、そのうち。COD やりながらなんで、まあ、なんでスマブラとかマリオの話。お前がスイッチの話を持ってきたんだろう。見えない。帰る。お、攻め手でぺったり。素晴らしい。少年はエロゲでもやってろ。少年はエロゲでもやってろ。でも言うまでもなくやってる。うん、うんって。ちょっと敵の敵地の中で集中してた。未成年ですがね、わら。でも集中したら危ない危ない。黙っちゃうんだよな。俺結構黙ったら読み上げしか分かんなくなるから。寂しいな。結構僅差なんだ。うい、
これはラスキル候補かな。おお。ええー、危ねえ。階段から遺体が滑り台。いやーマジかー、すごい迫ってきてない？大丈夫？俺絶対待つよ。できる。うん、これ待っ、もうここまで来たら待ったもん勝ちだ。危ねえ。最後にレーダーだけは言わせてくれ。これやばくない？やばいな。来ないかな。ちょっと俺はこれで負けるのはちょっとやだよ行く自信がないチラミだけ死亡。俺もチラミだけ死亡。あ、いる、めっちゃいる。よっしゃよし、ラスキルゲット。はぁ、SDG、 SDG ヘアワイヤー2だったはず。いいなぁ。ヘイワイヤーがヘアじゃねえ。ヘアワイヤーはなんか違うな。何セットでもすんの、髪の毛ワイヤーで。PS4 でスミタのアカウント引き継ぎ。なんか全然違うね、ヘアワイヤー。おお、よかった。